日本のあのテレビドラマってマイクールマイクール必ずラブコメが1本や2本入ってますよね。なんかネットでの再生率もラブコメは相当高いそうで、韓国のドラマも割とあのテレビでラブコメ、韓流ドラマも主流でいっぱいあるんですけど、なぜかアメリカのテレビドラマってラブコメ少ないと思いませんか？純粋なラブコメって言えるフォーマットってほとんどないんですよ。サスペンスとか SF とか政治ドラマはあっても。なぜかというとですね、アメリカではラブコメは映画館で見るものだからです。だから映画はすっごいたくさんあるんですよ。映画館にまあデートムービーとして行くのが主流なので、女性の観客を喜ばせるために女性が行きたくなるようなもうハイエンドなリゾートとか最新のファッションなんかが出てくるし、男の観客も喜べるように、まあ、ものすごいナイスバディのお姉ちゃんとか、あるいは主演の女優がもう惜しげもなく水着姿になったりとかっていう、まあ、独特のフォーマットがあって、こういうラブコメがすごい数、おびただしい数アメリカの映画館にかかってますが、今日はアメリカのラブコメを見るならこの1本、その1本をこのラブコメの女王の系譜という観点からお話したいと思います。日本のラブコメも韓国のラブコメもアメリカのラブコメの影響はものすごい受けてて、特にあのキャラクター付けとか、まあ、ちょっと筋のひねり方とかっていうのはアメリカのラブコメを本当真似してますね。まあ、皆さんご存知のあのプリティウーマンの買い物場面なんてどれだけパクられたか分かんないし、新しいところで言うとあのアン・ハサウェイのマイ・インターンというドラマがありましたけど、これあのスタートアップ企業の話で、 ZOZO みたいな、ファッションを通販している会社をアン・ハサウェイが起こしてて、そこにその場所で40年間電話帳を売り続けてたというロバート・デ・ニーロが70歳で、まあ、老人の社会参加プログラムみたいな感じでインターンとして就職してきて、でネットの使い方も SNS の使い方も全くわからないでちんぷんかんぷんなんだけど、やがて自分の経験を生かしてスタートアップの若いメンバーたちをいろいろな形で導いていって企業を成功にあのさせるというお話なんですけど、これもついこの間やってた西島秀俊さんと永野芽郁さんのユニコーンに乗ってって、もう本当にうまくあのそのシチュエーションを使ってましたね。あの毎回言うことですけど、パクリが悪いんじゃなくて、娯楽っていうのはもうあの真似した上に進歩していくものだから何も悪いことはないと思いますけども、本当にうまくあの取り入れてたと思います。そして必ずどんな時代にもラブコメの女王って言われる、女優がハリウッドにはいて、で例えば1950年代60年代はドリス・デイ、70年代80年代はゴルディ・ホーン、そして90年代メグ・ライアンという人がいて、ラブコメの女王っていう名前はこのメグ・ライアンから付けられ始めましたね。ただ90年代後半になってくると、そのメグ・ライアンが築いたメグ・ライアン王朝というのがちょっと揺らぎ始めた時に出てきたのが、まず出てきたのがキャメロン・ディアスですね。でこの人1972年生まれなんですけど、25、6歳の時にメリーに首ったけという このビジュアルを覚えている方いらっしゃると思います。これなんで前髪が跳ねているかというと、ちょっととてもここでは口では言えない理由でこの前髪が跳ねているんですが、それを覚えている方もたくさんいらっしゃると思いますが、本当に下品なくだらないコメディなんだけど超面白かったですね。ただこの映画は主演はベン・スティーラーで、このメリーの役をキャメロン・ディアスがやってたので、まあ準主役みたいな感じだったと思うんですけど、その後単独主演でいっぱいラブコメを撮ってますが、その中で実は一番あの公衆で稼いでるのは2014年に撮ったダメ男に復讐する方法っていう作品です。このダメ男に復讐する方法というのはもう典型的なラブコメのあのフォーマットなんですけど、キャメロン・ディアスが演じているのはニューヨークの女弁護士、もう敏腕の弁護士で、これがものすごいハイスペックな男と付き合っている、イケメンで高収入なかっこいい男と付き合っているんだけど、実はその男は妻帯者、奥さんが鍵つけてキャメロン・ディアスの事務所に乗り込んできて2人で大喧嘩している、大喧嘩している間にだんだん友情が芽生えてきて2人仲良くなった、仲良くなったところに実はこのダメ男っていうか下世野郎にはもう1人愛人がいることが分かって、で2人でその愛人のところに乗り込んでいって、また揉めてるうちにその愛人とも仲良くなって、3人が仲良くなってこのゲス野郎に復讐するという、男から見たら本当にホラーみたいな、でも女性から見たら本当に痛快な、ドラマです。これが、まあ、あの2014年に撮られた、ラブコメですね。あのぜひご覧ください、面白いです。でこのキャメロン・ディアスとこのラブコメ女王王朝争ったのが、ほとんど同じ頃に争ったのが、同じ時に出てきた3つ年下のドリュー・バリモア。ドリュー・バリモアは1975年生まれという方、日本でいうと米倉涼子さんとか内田有紀さんとか吉瀬美智子さんと同い年の、まあ油の乗り切ったというか今一番いいあの旬な女優さんですね。
で、実は質とか量でいうと、ドリュー・バリモアのラブコメが一番、ヒットしてるし、面白いし、たくさん、数も多いと思います。で、中でも代表作がここに書いてある2004年の50回目のファーストキス、ウェディングシンガーのアダム・サンドラと2度目に共演した映画なんですけど、ドリュー・バリモアが演じた、主人公というのは、交通事故で短期記憶喪失障害という、1日で記憶がリセットされちゃう、一晩寝ると前の日のことを忘れちゃうという障害を持つ女性なんですけども、この女性にアダム・サンドラが演じているハワイの水族館の、イルカなんかの、面倒を見ている獣医が惚れて、で、毎日毎日会うたびに、これ記憶がなくなってますから、口説いてファーストキスを毎日毎日交わしている。で、そのうちに、アダム・サンドラ君も気がついて、それまでの出会いからの、経緯を面白いビデオにまとめて、毎日この子に見せることで自分が恋人だと認識させようとするっていうお話です。これ最後笑えて泣けて、すごいよくできた映画だと思います。で、ご記憶の方もいらっしゃるかもしれませんけど、この映画は日本でヒットメーカーの、今日から俺はとかね、三国志なんか撮った福田雄一監督が、山田孝之、長澤まさみの主演で日本でリメイクしてます。これ実は日本だけじゃなくて、インド、メキシコ、トルコとか世界中でリメイクされている傑作ですが、このラブコメの女王の正統的な継承者というのは、キャメロン・ディアスでもドリュー・バリモアでもなく、彼女たちよりもちょっと年上の1969年生まれ、日本でいうと石田ゆり子さんと同い年のジェニファー・アニストンだと思いますね。ジェニファー・アニストンは1994年からアメリカとスタートしたフレンズという、これはラブコメというよりシチュエーションコメディ、もうドコメディの主演グループの一人だった人で、この人がすごいのは、40を過ぎてから面白い映画が次々に出てきて、この一番彼女が稼いだ、なんちゃって家族という、ウェア・ザ・ミラーズという映画はアメリカ国内だけで1億5040万稼いでます。このなんちゃって家族の話は、主人公は男なんですけど、マリワナの密売で細々と稼いでるしがない男が、密輸のボスから、お前メキシコに行って大量に運んだらもう何億円って稼げるって言われて、で、じゃあメキシコに行こうとするんだけど、メキシコの国境を越えるのに家族でトレーラーハウスを引っ張っていくとチェックが甘いってことを知って、で、自分の同じアパートに住んでいる中年のストリッパーと、それからもう家族から爪弾きにされている童貞の男の子と、そしていつも家の安アパートの前をうろうろしている家出少女の不良少女の3人を家族に仕立てて、一緒にトレーラーハウスでメキシコに行って、で、帰ってくる時に、いろんな事件に巻き込まれて、ギャングからも追われ、警察からも追われ、いろんなことを している間にだんだん家族の絆が生まれてきて、このジェニファー・アニストンと主人公も、それから子供たちも一体感が出てくるという、これがすごいうまいんですよ。で、本当に泣ける、大笑いできて泣ける終わり方をしています。この放題のなんちゃって家族っていうのも、一見変な題ですけど、本当に本質をついている、よくできた放題だと思います。泣けるという意味では本当にいい、ほろっとくるいい話なので、全く日本では無名ですが、ぜひご覧になってください。さらにこのジェニファー・アニストンの後に、ケイト・ハドソンとキャサリン・ハイグルっていう2人が、今の40歳ちょっとアラフォーで、続いてまして、このケイト・ハドソンっていう人は、実は2003年に撮った10日間で男を上手に振る方法っていうのは、これも1億ドル以上稼いでて、大ヒットしてます。それからキャサリン・ハイグルって日本であんまり知られてませんけど、この人の数は相当いっぱいあって、男と女の不都合な真実、これが1億ドル弱稼いでますし、今以上言った話、ほとんど全部 VOD でラブコメは上がっているので、見てみてください。案外アメリカのラブコメもいけるじゃないかと思えると思います。で、一番のおすすめはなんちゃって家族です。僕がですね、もう本当にもう小さい頃から多少霊感がありまして、ザンエっていう映画、ザンエ、はい、ご存知でしょう。池内結子さんが主演されてまして、僕含め霊感が多少ある人たちがこぞってこの残影の、呪いとか幽霊の出方とかがリアル